ッドとなるのは吉田明夫。明夫ちょっとカバン、はい、かわいいね、ちっちゃめだね。そうなんです、重い、すっごい重い。私荷物がついつい重くなっちゃうんですよ。めちゃくちゃ重い、はい、ボーリングの玉みたいどんな例えですか。でも結構いろいろ詰め込んでるね。ポーチがいっぱい、ほんと、うわ、うん、重い。何これ、ないろいろ小分けするんだね。これは、はい、じゃあまずポーチ、はい、何入ってんのこれ。これもう全部フルメイクこれで完成したんですね。硬いもの入ってたよ。あメイク道具、わーすごい、大きいパレットになってるんですよ。本当だ、結構いっぱい入るんで。結構ちゃんと全部持ってくるんだね、はい、なんでも常に持ち歩いてる。これはなんか薬とか、薬とかサプリとか、はい、大切なもの入れてます。可愛い色のお財布だね。そうなんですよ、はい、ね、ポイントカード見たらいっぱい、なんか汚くいっぱい入ってる。汚くないですよってここにさ、ここにいろいろ入れるね、なんかそんなイメカードすごいね、使ってる。違うんです、あの印鑑登録証とか。それ家に置いておけばいいじゃん。そうなんですよね、間違えてる、うん所持金の方は、あ、入ってます、ね、17,000円。まあまあ普通な、ね、はい、ぐらいですね。昨日までハワイに行ったんですけど、なんかあったら両替できるようにちょっと多めに。あ、そう、これも面白くないですね、全然。もう可愛く映っちゃって、可愛く映っちゃって、そういうのも面白くないと思う。いや、変顔しろって言うんですか。シルピーさんなんてすごいんだから。見たい、見たことあんのかあとは手帳、はい、大きいね。まあ結構いっぱい書きたいので大きい方が。何書いてるのかな。え、ちょっと見てみよう。嫌です、嫌です。ちょっと見ないか動揺しすぎ。拝見します。いや、じゃあ、去年の12月とかに行ってた。去年12月、なんで最近ダメなの。なんで、なんか怪しくない。最近見せて。何か嫌です、なんか最近のこと知られるの嫌。最近何か起こったんだ。去年のさ、12月見ていいんでしょ。はい、じゃあ去年吉田がクリスマスに何をしていたか。ちょっと待ってください、何してた、覚えてないんですけど。え、何ですか。クリスマスイブ、何、朝の9時、中目中目整体朝から整体めったに予約取れない整体だったので、でもクリスマス空いたから行ったんですよ、うん、そりゃ空いてるだろうね、クリスマスに整体行かないわ。その後ね、仕事の予定が2つあって、その後何も夜なくって、で25日クリスマスデー、バーババースデー会。そう、うち家族で25日いつも集まるので、うん、本当誰とも会わないクリスマスでしたよ。ファミリーデーの、あれ、あ、何ですか、やだ、23日の祝日に、前日、これ言っていいのかな。え、待って待って、え、言っちゃいない、ちょ、見せて見せて見せて、やだ、それはまずいかも、アナウンス NG で、それはまずいよ。ちょ、よく書いたねこれ。何ですか何ですか、待って、本当やだ本当やだ、やだやだ、しかもハートついてた。本当やだ本当なんですか。あれ、なんで天皇誕生日の日にアンディと舞台に行ってるの。でもこれ結局私ちょっと具合悪くなっちゃって行けなかったんですよ。しかもドタキャン。よくないね。お仕事で、うん、なんかチケットあるみたいな感じで、共通の知り合いの舞台だったような、ちょっと覚えてないんですけど、言ってなかったので。なんかちょっと特別感あるんじゃ、なんか怪しいね、ハートついてるし、怪しい怪しい、先輩と舞台行くのにハートつけるんだ。いや、もうほんとやだよ、やめてくださいよ、もうやだ